講演であります、えー、ご参加ありがとうございます、えー、縁あって <laughs> 司会を務めさせていただく餅月と申しますがどうかよろしくお願いいたします、えー、ご案内の通り沼野さんはあ2020年の3月に東京大学を退職されましたがあ東大ではあの大学院自分科学研究科の現代文芸論と スラブ語、スラブ文学という2つの講座というか研究室をご兼任されていましたので、えー、退職記念行事も2本立てで企画されていました。えー、このうち現代文芸論の企画の方は、あ昨年の3月末に、えー、遠隔形式で行われましてあの、サハリンを舞台にした非常に面白い文学論が、えー、現代でも、現在でも YouTube で視聴、えーはい、することができます。あ一方あの昨年の6月に えー、企画されていましたセラブの方の記念講演会はあ残念ながらコロナのおかげで1年延期になりまして、えー、この度ようやく遠隔ですが実現の運びとなりました、えー、野村さんのご経歴やお仕事についてはあ多くの方がご承知のところだと思いますがあ本日は、まあ、いろんな分野の方々もいらっしゃるということで、えー、非常に簡単な形ではありますがまずあの司会の方から沼村さん について簡単にご紹介を申し上げて、えー、それから本番に移りたいと思います。えー、時間節約のために、えーえー、三谷さんが作ってくださった <laughs>、えー、沼野さん資料というのを <laughs>、えー、共有して、えー、非常に簡単にご説明したいと思います。えー、沼野さんは東京大学、東京大学、<laughs> えーえーえー、人文科学研究家で川端かおり先生のもとで学ばれて、ハーバード大学で、えー、留学された後、えー、1985年から東京大学に着任されました。はじめは教養学部で教えられて、えー、94年には文学部、スラブのスラブ文学研究室に移られて、さらに2007年から現代、えー、新設の現代文芸論研究室教授を務められました。 えー、35年、えー、指導されたとお推定しますが、おそらく教わった学生は膨大な数になると思いますけれども、あ家庭博士、えー、だけでも、私が数えたところ28名の方、<laughs> 論文指導を,おを主催をされて、えー、お弟子さんたちはそれぞれに第一線の研究者として活躍なさっています。えー、ご研究の分野でもお、20世紀末からのスラブ世界の大きな変化を背景にして、 ご自身の研究、評論、翻訳等の活動はもとより、内外の研究者との連携による数々の共同研究、国際シンポジウム、編集の企画など、非常に意欲的な活動で学会をリードしてこられました。関連の小学会に広く関わられて、いくつもの組織のリーダー役を歴任されて、専門家の士気を低くした学際的な研究体制を構築されてきました。 また文学研究の世界と創作や評論の現場と結び付けることにも大変尽力されまして日本文芸家協会や日本ペンクラブなどの組織でも重要な役割を果たされています。 えー、いわば八面六皮の活躍をされてきた沼野さんですので、えー、常にご多忙で、えー、ちょっとお目にかかって世間話をするというようなことが難しい方でありますが、そういう窮屈な状況にもかかわらず、私たちが何かを思いついたり、何かに困ったりして声をかけると、えー、ひょいと現れて知恵を生かしてくださるという、気策で、えー、身軽なところが、えー、魅力であります。えー、周囲では、沼野さんのドラえもん説というのを支えかれておりますが、<laughs> えー、この3日もきっとそんな頼もしい存在であり続けてくださることと存じます。えー、次のページは <laughs>、次のページもあるかな。えー、主要著書、主要役所ということですが、あここに出されているのも、ほんの一部にすぎません。ただあの、書籍になった形の一部を見るだけでも、野、え、村、ー、さんの研究領域が近現代空文芸を広くカバーしているだけではなくて、 えー、幻想文学、亡命文学、ユートピア文学、都市論、境界論、世界文学論と非常に多様な枠組みで、えー、展開されてきたことが伺えます。えー、ご研究自体を <laughs> 短時間で紹介することは叶いませんので、えー、むしろ個人的な印象を述べさせてもらいますが、あ司会者はあかねてから沼田さんのお仕事の中身もさることながら、えー、視点設定やデザインの工夫にいい興味を惹かれてきました。あ端的に言うと 野村さんの本は題名のセンスがとてもいいと思ってきました。89年の永遠の一息手前とか、90年の1990年ですね、夢に見られてといったような本の題を見るだけで、心が浮き立つ気がしたのを覚えております。具体的には、それぞれアブハジア出身のイスカンデールのちょっととぼけた味わいとか、ソロンキの幻想作家カベーリンの作者と主人公のエれコ関係みたいな構造を 形容した表現ですが、こうしたちょっと粋な名付けには、沼田さんの分身というべき詩人、バグノポリスキーという人のセンスが生かされているようです。ただ、そういう背景は別にして、こんなふうな枠組みで語られてみると、確かに文学というのは、いつも永遠の一歩手前にあって、夢に見られているような不思議な経験かもしれないと納得されてきます。 こういうところに野村さんが研究者であると同時に表現者であるということの証明を見るような気がします。えー、本日のご講演のテーマとなるのはあ亡命、ユートピア、世界ということですが、えー、これはすべて、えー、徹夜の塊という野村さんの現在までの集大成的な三部作のーテーマであります、えー。この徹夜の塊というのもあの私のような人間にとっては何だかただならぬ命名のように響きますが、 えー、ロシア側の表記を見ると、ヴェレニーツァ、ベッソンリフ、ナチェイとあって、えー、直訳すると、眠りのない夜の連なりというんでしょうか、あるいは、徹夜のリボンというのもいう,いうところだと思いますが、あ2002年の、えー、最初の間の後書きによれば、あこの命名はあ、外国文学研究を誠実に行おうとすれば、どうしても時間が足りなくなって、えー、徹夜の連続になるんだというところから来ているようです。ただ、あ 当方が考えるところによりますと、おそらくただ寝ている暇がないということではなくて、野、え、村、ー、さんのような広い視野を持ったあ好奇心の強い、想像力の強い方から見ると、お夜というのは朝につながっているし、朝は夜につながっている、ここが夜でもあっちはそろ朝かもしれない、えー、空や水がどこまでもつながっているように、時間もつながっているというような、あそういう果てしない想像力のをつけた名前ではないかなと思っております。 えー、きっと寝ていても眠ってはいない沼野さんではないかということです。えー、というので、いずれにせよ、沼野さんの広くて深いお仕事を過不足なく紹介するのは、あ普通の人間には無理なことで、えー、本気でやるならおそらく沼野さんのような人をもう一人連れてこなければいけないのですが、えー、本日は幸いなことに、えー、ご本人がいらしていますので、 えー、沼野さんによる沼野さんのお仕事の分析、その越し方、育成、育成を伺えるのを期待している次第であります。えー、以上、ご紹介を終わります。えー、本日の会はあ7時までの枠で、えー、まず沼野さんに約1時間ほどご講演をいただいて、えー、続いて、編集者とおおして沼野さんと40年近く一緒にお仕事をされてきたあ作品者の増子慎一さんに特別ゲストとして短時間、 お話をしていただきます。その後で質問にお答えいただく時間をできるだけ取りたいと思っております。なお、質問はあ一つには基本的に学会員から Zoom のチャットで受け付けたいと思います。また、もし時間があるようであれば YouTube の説明欄にある質問受付リンクで集めた一般の方々の質問も部分的に取り上げさせていただきたいと思います。 えー、いずれにしても集められた質問はすべて講演の後で沼野先生にお届けいたします、えー。もう一つお断りしておきますが、この講演はアーカイブ化されて、えー、後日 YouTube でご覧いただけるようにいたします、えー。リンクは基本的にプログラム掲載のものと同じですがあ、変更する可能性もありますので、詳細はロシア文学会日本スラブ学研究会のホームページをご参照ください。ちょっと長くなって失礼ですが。 では野村さん、あご発表をお願いいたします。これを切ります。はい、えーと、どうもありがとうございました、はい、私の顔って今映ってるんでしょうかね。映ってます。大丈夫ですか、はい声。声も、マイクも良好でしょうか、音声は。 こちらは大丈夫です、はいはい、あのそれでは今大変過分なご紹介をいただきました沼野です。望月さんは私の少し先輩でもう本当に何十年という付き合いなんですけど本当にこういう場で、えー、司会していただけるのをありがたく思っております。まあ、あんまり余計な前置きをしていると時間なくなってしまいますので、えー、今日はあの最初にシンポジウムがあって非常に充実した内容 であったと思いますあったと思い,ますっていうのは私は半分くらいは聞いてたんですが何しろいつものことでえ今日お話しする原稿が間に合わなくてですね半分聞きながら半分書いているというなんかちょっと不思議な状態だったもんですからえきちんと聞いてなかった部分もありますがいずれにしてもまあ長いえシンポジウムの後にえ私の話を聞いてくださっている方は YouTube からご覧になった一般の方は別ですけども、えー、長,長時間のシンポジウムの後にこれということでお疲れではないかと思います、えー、ですから、まあ、できたら短くお話した方がよろしいんじゃないかと思いますが、えー、今日のお話は、えー、今ご紹介いただきました通り「亡命・ユートピア・世界」というタイトルにさせていただきました、えー、まあなんだか三大話みたいですけど 三大話ってよく言いますけど、これもともと落語用語だそうですね。それで、えー、その場でいただいたお題を3つ組み合わせて、話し家が即興で話を作るということがもともとの三大話だようです。まあ、だから、概して <laughs> いい加減な思いつきが多いわけですけど、私の場合もですから、まあ、割といいかげんな話になるかもしれませんが、まあ、とはいってもですね。 この20年来、この3つのテーマが絡み合うようにして、えー、ロシア東文学の研究を進めてまいりました。いやあの、元をたどればですね、1980年代前半にアメリカに4年ほど留学しておりまして、その頃からこの3つのテーマは私の中で、まあ、絡み合いながら準備されていたということを今にして思います。えー、ですから、まあ、 もう文学研究を自分の職業として生きようという意味で物心がついた頃から40年くらいずっと追いかけてきたテーマの絡み合いだということです。であの今ご紹介いただきましたけども私はさ昨年3月に長く教えておりました東京大学を定年退職して最後のその最後の十,十数年間は 新しくできました現代文芸論という研究室とスラブ語・スラブ文学研究室の2つをまあ兼任しておりましたしかしまともの専門はロシアを中心としたスラブ文学、まあ、ポーランドもちょっとやるという程度なんですけどで、まあ、そちらなものですからおそらく時間とエネルギーというのは全部長い、えー、と全相対として見ると やはりスラブ語、スラブ文学研究室の方に多くを注いできて、あのまあ、長いこと教えてきたと言いますかね、あのまあ、幸いなことに多くの優秀な大学院生たちが、あのこれは、まあ、先ほど、望月さんもおっしゃってくださいましたけど、赤瀬論文を書いた人も随分いるんですけど、私のもとで。 あのしかし、まあ、これは私のおかげでというよりは、私にもかかわらずと言った方がいいかもしれません。それから別にこ,こんなところで告白する必要もないんですけど、私自身は博士号を持たないままここまで来てしまいました。博士論文を書く機会は何度かあったんですけども、えー、まあ、なかなか時間がなくなってしまいました。アメリカで本当は書く予定だったんですけども。 ということで、博士を持たない人間が博士の学生指導していいのかなっていうのは、なんとなくじくじたる思いはありましたけどね、まあそんなことをもう言ってもしょうがない年になってしまいました。まあ、いずれにしても、若い研究者たちが巣立、えーまあ、っていくのを見ることができたのはとても嬉しいことでありました、えー、今日報告してくださった。 えー、方々、まあ、若手というか私から見るとみんな若手なんですけど、えーまあ、中堅といった方がいい都市格好でしょうかねその皆さんの、えー、全部ではないんですけど何、えー、というか多くというかあのかなりの方々はあの私とが、えー、陰性時代から、えー、縁がい,いろいろあった方々ですねとても皆さん立派な研究者になっていてとても嬉しく思います。 で、えーまあ、今日はこうしてオンラインの形なんですけども、えー、これまでの私の、えーなまあ、長い研究人生を振り返るという方向になりそうなものなんですけど、まあ、あまり階級的になるのは良くないと思います。まあ、だから、えー、これまでの研究を踏まえてさらに新しい一歩を踏み出すことができないか、まあ、探るための お話としたいと思います。あの、私は学部生として最初に卒論を書いたのはロスフェイスキーの未成年についてでした。これ、ロシア語で130ページもある。大変長いものを書きました。まあ、それから数えるともう45年くらいも。まあ研究っていうかですね。私はあんまり研究をやってるって感じは持ってないんですけど。まあ研究人生をやってきたわけです。 でまあ、文学研究なんてものはですね世の中の役に立たないと散々いつもいつも言われてきました、えーまあ、そういうことをやりながらでもここまで生きてこられたのは感謝しなければならないと思います感謝といってもは私はあんまり政治家に対して感謝するつもりはなくてまあこれは感謝する相手がいるとすれば、まあ、文学の神様に対してでしょうかまあそういう神様もいるかどうか分かりませんけれども。 はいとえー、前置きを余計な前置きは短くと言いつつ結構だらだら喋っておりますが、えー、まあそれだけ長いこと研究に関わってきた以上なんか蓄積がたくさんありそうな気がするんですけどねまあ率直なところ言うとなんか今私の心境って頭は本当空っぽだと、えー、何か探すと頭の中にせいぜい石ころかゴミくらいしかないんじゃないかという気がしております。 ただ、この人生で一つ自慢できることがあるとすればです、ねまあ、世界中のまあ心からすごいと尊敬できるような大学者とかすごい文学者何人にも会って直接話をして薫陶を受けてきたことです、まあ、今、いちいちその名前列挙しませんけども、まあ、そういう人たちと比べた場合、まあ、本当は比べるなんてこと自体がおこがましいんですが自分が本当にちっぽけな存在である。 ということはまあ67歳になった今ま必、あ、死と感じております、えー、まさに日,日暮れて道ち通しですまあ、ただ逆に言えばこれで終わりというわけでもないので、えー、これからがお話の始まり始まりであります、えー、ということで始まりますのでどうか楽しみながら聞いていただきたいと思います 3大話のまず1番目、亡命ということから少し順を追ってお話しいたします。えー、先ほどもご紹介ありましたけど、亡命、ユートピア、世界というのは作品者という出版社から出していただいている私の徹夜の塊という奇妙な総合タイトルを冠した3部作のそれぞれ第1部、第2部、第3部に対応しています。 望月、えー、さんが私の本はあのネーミングが良いとい今褒めてくれたばっかりなんですけど「徹夜の塊」というのだけはあんまり良くないですね。へんてこですよ。我ながら奇妙なタイトルをつけたもので、えー、それに合意してくれた担当編集者の益子新一さんというのも随分度量の広い人だなと今更ながら思います。 えー、こんなタイトルの本誰も買いませんよって言いそうなもんなんですけどいまだにこの本はですね「徹夜の魂」と読み違える人がいますあその方が綺麗でいいかもしれません、えー、でこのだ「徹夜の塊」第1部が、えー、亡命文学論として出たのは2002年のことでその序文ですでにこれは三部作になる予定だと宣言しております。 宣言するんですけどなかなか実行できないというのは世の常というか人間まあそういうものかもしれませんが、えー、実際にその時にですねしかし諸事情があって、えー、長くかかってしまいました。 で私は修士論文ではソ連の1920年代に活躍したユーリー・オレーシャという作家を取り上げたのですが、えー、当時は同盟ロシア第三の波の時代でソ連から重要な作家たちが次々に亡命して欧米に逃れ大きな社会問題になっていました国際的にもニュースになることがしばしばでしたノーベル文学賞の受賞者のソルジェニーツィンも後にやはりノーベル賞を受賞するブロツキーもアメリカに住んでいました 日本に例えて言えば大江健三郎も村上春樹もあ、まあ、村上春樹はまだノーベル賞を取っておりませんけどねあの取るかもしれませんが、えー、そ,うそういった人たちが日本で政治的迫害を受けて海外に逃れ国内の文学がスカスカになっているなんてこと想像できますでしょうかね、まあ、そういった異常な状態がソ連では当時あったわけですでそういう時代の中でロシア文学研究の主流は 実はまだまだ当時はソ連を本家として崇めソ連の外に出,出た作家たちについてはおざなりな関心しか向けてい,いなかったとまあちょっとんそこまで言うと怒る年長の人がいるかもしれませんけど私の総括ではそうですでこういう時代の雰囲気ってのは、えー、今日報告された世代のも,もっと若い人たちにはなかなか想像しにくいことだと思います。 で、私はしかし当時やっぱり亡命という現象そして亡命作家たちの文学的営みがどんなものかということには強い関心を抱いておりましてそれが一つの大きな動機となって1981年からフルブライト奨学金を受けてアメリカのハーバード大学の大学院に留学することになりました。 まあ余談してる時間があるかな、この,はあのフルブライトってのはですね、えー、アメリカに留学するための、まあ、最高に条件のいい奨学金を出してくれる、えー、大変恵まれたものですが、それだけに競争も非常に激しくて、ですね大体いいアメリカ研究の一番優秀な <laughs>、えー、若手研究者が応募してもなかなか通らないと、えー、そういうものですね。で、それに私がなぜ通ったのか。 というのは私がすごい優秀だったからとはもちろん言いません。そうじゃなくてですね、面接官の中に3、4人面接官がいて、1人だけ日本人が混じっておりました。 まあこういう話もまあ昔のことだから時効だと思いますのでえちょっと秘話としてお話ししますけどもその一人だけ混じっていた日本人の面接官というのは評論家として有名な江藤淳という人でしたあの知り合いではないんですけど顔を見ればわかるというくらい有名な方ですねあとの3人は知りませんまあみんなアメリカ人でしょう で面接は英語でやったので私は一生のうちに江藤淳さんと話をする機会は一度だけしかも英語でしか話したことがないという大変奇妙な江藤淳との関係ですがどうも変わったやつがいると死亡者の中に何かロシア音楽やってるくせにアメリカに行きたがってると。 えで、江藤さんはそういう変わった人が好きだったらしくて、こいつは見どころがあるんじゃないかというふうに強く押してくれたそうです。これは後から聞きました。しかももちろんそんなことを江藤さんが自慢げに私に言うわけはなくて、まあ人から人づけに聞いたんですね。で、その時私が、えー、なぜ私がアメリカ行きたいか <laughs> 理由を述べる、述べよってた時に、アメリカには亡命ロシア人がたくさんいますと。 で、えー、亡命者として住んでいる以上これこれもアメリカ文化の一部です。だからそのアメリカ文化の一部を研究すると。ただまあ、単にそれだけじゃなくて日本やアメリカとも比較しながらアメリカ文化の一部である亡命文化を研究したいと。まあそういうふうなことを言いました。で、通っちゃったんですね。えー、それで結局まあ あの4年間アメリカで暮らすことになってるんですけどもまあ当時はですねロシア音楽研究にアメリカに行くなんてこと自体がやっぱりえ当時のえまあ伝統的な立場にいるソ連文学研究者にとってはちょっと考え難いことだったようです。4年年後に留学を終えてて帰国したたある会合であっっ配のソ連専門家かからは面と向かって どうして君はロシア音楽を勉強するのにアメリカなんかに行くんだねって。アメリカなんかにって言ってましたね。非常に今でもその口調を覚えております。えー、というふうに言われたことさえあります。えー、しかし、アメリカに行く理由はもちろんありました。あそれでなんか私、話に夢中になって、スライドを用意してあったんです。すいませんさらですけど、スライド私共有できるようになってますね。ちょっと今、スライドを出します。 ちょっとお待ちください。どうも私の顔を皆さんずっと見ていて、見はきたと思います。えっ、ー、と、映ってますでしょうか望月さんどうですか大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。じゃあ、はい、全画面に変えます。はい。はい、えー。ということで、今、これ表紙なんですが、えっ、ー、と。 はいえー、とこの背景の絵はですね、チュルリョニスという人の楽園という絵です。チュルリョニスはリトアニアの画家ですが、私の大変好きな画家であります。で、あ、そうか、まだそれで、まだここまで行ってないんです、話が。前置きが長くて。えっ、ー、と、それでアメリカへ行く理由、えー、まず何といっても先ほど言いました通り、亡命ロシア、第三の波の時代で、 え先ほど名前挙げたソルジェニーツィン、ブロツキー、あ挙げてなかったかな、えー、これ2人のノーベル賞受賞者ですね。まあ、ブロツキーがノーベル賞を受賞するのは亡命後、少し経ってからですが、えー、その他に当時のロシア音楽を代表する大作家、アクショーノフ、それから当時は、うん、まだそれほど知られておりませんでしたが、非常に注目すべき、セルゲイ・ドブラートフとか、エドワルド・リモーノフとか、サーシャ・ソコロフ。 こういったそうそうたる顔ぶれがみんなアメリカに亡命してたんですね。私がもう一人非常に好きだった、えー、亡命作家シニャフスキーはフランスにいましたけど多くの人たちがアメリカにを選んだ。でこの亡命,作家亡命ロシア作家たちが亡命先で一体どのように暮らしどんなものを書き亡命生活が彼らの私学にどんな影響を与えているのか実際に見てみたいという気持ちがありました。 あの今、私学と申し上げたのは詩の作り方という狭い意味ではありません。今、名前を挙げた人たちはまあブロツキーは詩人ですけど、他の人たちは小説家ですね。私学とここで申し上げるのは、あとでもちょっとお話し,しますけれども、文学作品がどういうふうに作られていて、どんな仕組みになっていて、どういうところに。 が面白いのか、そういった仕組みを考えるそういうものとして詩学という言葉を広く使っています。別に詩の作り方という狭い意味ではありません。まあ、ポエティカですね、ロシア語で言いますと。で、えー、そういうまあ、そういう人たちの暮らしを実際に見てみたいという気持ちが強くありました。 もちろん今名前挙げた作家の全部に会えたわけではありませんしソージュニツィンなどはもう世界的な超有名人でガードが固くてとてもそばにもアップロードいけないという状態でしたしかし今名前挙げた人の中ではそうですねアクショーノには会いに行ってインタビューも取りましたしドブラートフブロツキーにも何度か会っています でえー、何よりもですね亡命地にあって暮らすってのは一体どういうことなのか、えー、いわば肌身に感じるように理解できるということがあったのはやっぱり、えー、まあアメリカに行ってみてよかった、まあ、そういう感覚が私はまあ日本で育って長期でどっか行ったことはそれまでに全くなかった普通の日本人ですので、えー、非常に大きな経験でした。 え亡命という現象を考えるために原点になるような経験をアメリカに留学したばかりのえしたばかりの時にえしたことがあります。まあ、これはですねアメリカの大学のそばのカフェでコーヒーを飲んでいたらまあなんかちょっと不老者みたいな。 呂列、えー、の回らない何っていうかよくわかんないおっさんというかが寄ってきてですねまあアメリカ人ですよねでそういう街の人の英語っていうのは全く聞き取れないんですね恥ずかしながら難しいロシア文学の講義は大体分かってもですね街の人の言葉って全くわかんないで何っていうかわかんないんですがしきりに私に絡むんですねそれであんまりしつこいもんだから なんかこの街がどうのとかいろんなこと言ってたみたいなんですけどね。私にはわかりませんと。私はここの人間じゃないからっていうふうに答えた。I, do, I don't belong here っていう、まあそういう言い方になります、英語だと。I do, I do not belong here。そうしたら、その男が急にその言葉に反発して。You do belong here because you are here っていうわけですね。お前はここの人間だろう。だってお前ここにいるじゃないか。 でその言葉を聞いて私は、ね、ショックを受けたんですね。そうか、人間な、今いる場所がその人間の属してる場所なのか。こういう考え方はその時全くしませんでしたけど、アメリカではこういう不呂者のおっさんまで不呂者なんて、まあそういう言葉、これで PC 上いいのかどうか分かりませんけど、すいません。悪、まあ、かったら、なんか他の言葉に置き換えて考えてください。まあこういうおっさんに言われてしまう。びっくりしましたね。 でまた別の時ですけどもハーバード大学の大学院生寮,大学院生寮で親しくなったまあ,あの懐かしいリチャーズ・ホールというところですけどもえソ連から亡命したえこれはもう天才的数学少年というのはその寮に暮らしてましてまあすぐに仲良くなったんですねえなんか飛び級に,飛び飛びに次ぐ飛び級でソ連から亡命して15歳でコロンビア大学に入ってもうなんかうん ハーバードの大学院に、えー、18歳くらいで入ったという、<laughs> うんまあ、まだ子供みたいな感じでしたね。私と最初に、えー、寮で知り合ったときに私がロシア語を喋れるっていうので、まあ、喜んで。 えそれですぐ仲良くなって、なんかボストンの映画館でサムライの映画やってるから一緒に見に行こうとかね、誘われて、まあそういうちょっと本当に子供みたいでしたけど、で彼と仲良くなって、その若者の実家というか、両親はニューヨークに住んでおりましてね、クリスマス休暇にニューヨークの両親の家に遊びに行ったんですね。でそれで彼の両親はどちらもソ連からの移住者で、まあロシア語をボゴとしているまあユダヤ系の人ですけども。 その両親に私が自己紹介をしたところすぐに聞かれたのは「であなたはいつアメリカに亡命したんですか?」っていうんですねまあ亡命っていうのはこれ亡命っていうより移住って訳した方がいいかもしれないんですけどまあほ,、まあ、ほぼ同じ言葉を使うわけですエミグリー・ロバツという動詞を使いますで、えー、いつアメリカに亡命したんですかっていきなり聞かれて私は面食らいまして いえいえ、私はあの亡命したわけじゃないんですって、一時的にアメリカに勉強に来てるだけなんですよって、まあ、しどろもどろですけど、一応正しいロシア語で答えた。えー、そうしたらですね、じゃあすぐに、じゃあなんで亡命しないんだって聞かれちゃうんですね。で、それでもう私は目を白黒させました。 えそれで改めて思ったのはこのソ連からの人たちはこうして亡命してアメリカに住み着いてるけども日本人の私は亡命したいと思ってもできないなぜできないんだなぜしないんだって改めて普段思わないようなことを思いましたで今割と些細なと言いますかね個人的な思い出をお話したのは えーまあ、階級団に浸りたいということではなくてやはりこれ亡命文学研究ってことを考える場合にこれ非常に大きなきっかけになったからです。えー、亡命文学についてですね距離を置いて客観的なテクストとして学術的に研究するということはもちろん可能ですけどそうしなければなりません、えー、しですがしかし、えー、私は、まあ、亡命生活の悲哀を身近にむしろ 自分もですね、私自身も英語よりはロシア語の方が好きだという変わった <laughs> 外人だったわけで、どちらかといえば自分は亡命ロシア人たちに近いと、アメリカのネイティブの人たちよりは近いと、えー、自覚して、えー、彼らのと一緒に時間を過ごしました。えー、ですから、こういった経験はその後の私の亡命文学論に大きな影を投げているに違いないと思います。えー、ボストンに亡命していた詩人のナオム・コルジャーブン。 この人もね旧ソ連時代の大詩人の一人でですけど、非常に気さくに、えー、私たち夫婦を、えー、遊びにおいでって言って、うちに呼んでくれて、もうすごい長時間いろんな話をしましたが、えーまある程度の年になってから亡命してきた人はみんな英語があまり自由にはできません。えー、で、コルジャービンは、えー、英語に不自由する自分の身を投げて、ロシア語ならば、 言葉の達人、えー、ロシア語を自由自在に使う人なんですけど、一点英語となるとダメと。えー、こんなざザレ歌のような詩を英語で作りました。I spoke English very good, but nobody understood. で、これはですね、ロシア人特有の good, stood というとこの遠心ボインっていうんですけど、唇を丸くしてうーという音を出す。非常に特徴的な音ですけど、その2つが 繰り返されて強い陰を踏んでいるということがわかります。私はとても上手に英語を喋ったが、誰も理解してくれなかった。って言うんですね。はい。 ということで、えーまあ、ただ、えー、実感に基づいたフィールドワークを、えー、こんな話をしてますと、私は目指していたわけではありません。えー、むしろ、私がその後やったことは、その逆だと思っています。つまり、亡命文学というと、ともかくスキャンダラスにマスメディアで報道されることが多いだけで、文学としての実態、先ほど言いました、私なりの言い方では、亡命文学の私学。 詩の学問ですね亡命文学の私学がきち,んときちんと解明されていないということに、えー、私は強い不満を持っておりましたので、えー、個別者作家、まあ、個別作家もですね、あのー、紹介されて日本では紹介されてない人が非常に多かったんですね私が紹介を始めた頃は、えー、その個別作家の紹介はには力を入れましたが並行していわば亡命文,文学の私学の確立というものを考えていたわけです。 今、コロジャービンのこのザレ歌のような詩を引用しましたが、その背後にあるのは亡命者が直面する深刻な言語の問題です。え亡命先の住人にとって亡命者とは異質な言語。例えばこの場合で言えば、アメリカ人にとってのロシア語、ロシア人の世界からの侵入者であります。で、こういうロシア人の名前なんて、そもそも名前の発音すら正確にはわからない。 そういう異物ですね、アメリカ人からすれば。そして、より本質的には作家と読者の関係の問題がそこに立ち現れます。ソ連では一定の知名度がある文学者の場合、社会的地位は高くて、一般読者の作家に対する敬意にも相当なものがありました。そのような高い地位に慣れてしまった文学者が西側に出た場合に体験しなければならない落差というのは非常に大きいんですね。 <laughs> すみません、失礼しました <laughs>、えー。ロシアでは伝統的に文学は真面目な仕事で、文学は人心の支配者であるけれども、人心のって人の心の支配者ってことですね、えー。西側では単なるエンターテイナーに過ぎないと、ワシリー・ヤクショウノフはアメリカに出てきてぼやきました。 えー、アクショーノフは、えー、旧ソ連時代60年代のソ連の大スターだった作家ですが1980年に亡命してアメリカに住んでいました、えー、それからエドワルド・リモーノフというまあちょっとこれはお騒がわせ男なんですけどその、えーえー、彼は、えー、当時、えー、1970年代には、えー、ニューヨークに住んでたんですけども彼はロシアでは詩人は世界一重要な人物だ それがアメリカに来るとクソじゃないか。まあこういった趣旨の証言はアメリカとソ連における文学者の地位の高さと低さその落差を非常によく表しています以前の経緯に満ちた読者を突然失った亡命作家の前に現れるのは誰のために書くかという亡命作家ならば誰もと避けて通ることのできない問題です この点には多くの論者が言及していますが、ここではセルゲイ・ドブラートフという作家に代弁者になってもらいたいと思います。ドブラートフはレニグラードに住んでたんですが、1970年代後半にアメリカに亡命してニューヨークで暮らしていました。ドブラートフはこう言ってます。 最後には読者の感覚というものが絶望的に拡散してしまう。誰のために書くのか、何について書くのか、アメリカ人のためにロシアについて書くのか、ロシア人のためにアメリカについて書くのか、それとも自分の本をたまたま開こうとするすべての人たちのために自分自身のことを書くのか。結局のところ、自分が書くのは自分のためでしかないということになる。えー、一国の読者という枠を失ったとき、 そうですね今,今の引用をちょっとここに、えー、スライドに上げておきましたけども一国の読者という枠を失った時ドブロトフが初めて発見したのは世界文学という風通しのいい地平でした亡命して数年後に自分の作品が外国語に翻訳されるようになった時、えー、彼は文学を分類することの無意味さをさ悟ったといいます文学を公式の、えー、文学と 地下文学に分けたりロシアとソビエトに分けたり国内と亡命に分けたりということは意味がないあるのは一つの文学世界文学だけだそしてもし運が良ければ世界文学の一部分になることもできるだろうそれがどんなに小さな部分であったとしても巨大な全体の一部であることに変わりはないまあこういうふうにドグラットフは言いました このように亡命者は祖国という内部から切り離されることによって外部の世界という超越的な視点を獲得するわけですが終焉の人、終焉って周り周囲にいる人ですね終焉の人としての亡命者の位置をもう少し具体的に規定するならば亡命者は単に内から外に出ただけではありません実際には2つの文化の間の媒介者 あるいは2つの文化のどちらにも属さず、中間に漂う存在として機能するといった方が正確でしょう。あの今日の井上聡子さんの報告は、別にロシアこういったロシアの亡命者のことは扱っておりませんけど、やはりその中間にある間ですね、そこに着目しているということで、これは同じ方向の着目だと思います。 えー、つまり、えー、距離が、えー、祖国の文化を相対化してより客観的な観察を可能にするだけでなく異質な文化圏からやってきたアウトサイダーとして亡命者は受け入れ国の文化を以下奇妙なものに見,える見せるってことですね、えー、生かしその隠された僧帽を暴くこともできます、まあ、これはいわば対峙する2つの文化の狭間に身を置いてそれらを <coughs> 総合、えー、いか作用にさらすとでもいうような緊張度の高いほとんどアクロバティックな行為です。すみません、ちょっと失礼します。別にあのコロナにかかってはいないと思いますけど、私ちょっと喉が割と弱いんで、えー、今日は <laughs> なるべく張りのある声と思って、少し声を大きい声出してるもんですから、えー、そうするとちょっと <laughs>。 咳が出たりします。特にあの病気があるわけでありますので、皆さんちょっと聞き苦しいとこ申し訳ありません。えーまあ、この亡命者ですね、その2つの文化の狭間に身を置くと、相互一か作用をもたらす。でもちろん、えー、亡命者の誰もがこういったアクロバティックな作業に成功するわけではありませんが、 成功した場合、一国の枠内にとどまっている文学の持たない大きな可能性を切り開くことになります。た例えば、悪名高いナボコフのロリータという作品があります。ナボコフはまあロシア出身ですが、<laughs> 1940年にアメリカに亡命して、以後、主に英語で書きました。ロリータという作品も英語で書いた作品ですが、 えこれはテーマがテーマだっただけにスキャンダルに国際的スキャンダルになっていますがまあ英語で書かれたということもあって舞台もアメリカですから一般には単にアメリカ文学の一部というふうに見なされがちですがこれ亡命文学の私学という観点から見るとこれはロシアからヨーロッパを経てアメリカに亡命したナボコフという作家によって生かされたアメリカ文化が描かれているそういう作品として読むことが できます、えー、さらに亡命によってもたらされる苦難と、えー、同時に開けてくる限りない可能性についてはアメリカに亡命した詩人ヨシフ・ブロツキーが雄 <laughs> <laughs> 弁に語っています我々が亡命と呼ぶ状態という彼のエッセイからの引用ですが、えー まあ、亡命というのは、まあ、その孤独な究極的な視界の中への飛翔であって漂流を恐ろしく加速してくる。まあ、ちょっと端折って引用しますけど亡命者とはカプセルに入れられ外宇宙に発射された犬か人間のようなものである。このカプセルとなるのは亡命者の言語である、えー。このカプセルに乗り込んだものは、えー、外側に引かれていく。 遠くへ遠くへと遠心力を持っているんだというわけですね。これ面白い比喩です。であのえー、カプセルに入れられた犬って <laughs> 奇妙なイメージですけど皆さんご存知でしょうか宇宙開発の初期ソ連はスプートニクという宇宙船を、えー、打ち上げてまだガガーリンがボストークに乗り込む前ですね犬で実験してたんですね。 で犬をカプセルっていうか宇宙船に乗り込ませて発射すると。で、えー、とまあ,あの、多くは回収して実際にはですね、戻ってきたんですけど、中には犠牲になってしまった犬もあります。まあ、こういったことを踏まえた比喩ですけれども。 えそれでちょっと先を急がないといけないですねもうなんか時間がなくなってきましたが、えー、ここまで亡命の私学について主に考えてきましたが、えー、これはですね2002年に上司した亡命文学論の中核をなす議論でした、えー、しかしその後の変化をその後の状況の変化がかなり、えー、激しいものがあってですね亡命文学論というアプローチは大幅な変更を迫られるようになったと思っています ソ連の崩壊後、鉄のカーテンが一応除去されて、ロシアと欧米の行き来が比較的自由になった結果、多くのソ連からの亡命者たちが里帰りし、ロシアと欧米を行き来するようになりました。えー、もはや誰が亡命者なのか、誰が旅行者のか、よく分からなくなってしまった。また、よりあ、ま、若いアメリカで育った移民2世のロシア作家も登場するようになりましたが、えー、こういう人たちは亡命作家ではなく、移民作家、 と呼ぶべき存在ですで現代のアメリカ合衆国を筆頭にドイツ、フランスなどではこういった移民作家はロシアやスラブ圏からだけではなく世界中のさまざまな地域からやってきています。アメリカ合衆国の場合特に目覚ましいのは中国、東南アジア、インドなどからのアジア系移民作家の台頭でロシア出身の作家たちはもはや特別な政治的存在ではなく 彼らにに混じっってて現代アメリカののの移民文学の光景の自然なな一部になっているとさえ言え言ますこうして亡命文学の探求は現代では移民文学ないし越境文学と呼ばれる新たなジャンルの真っただ中に入っていきもっと広い意味では現代において非常に発達したディアスポラ研究ディアスポラ論の中に位置づけられる必要があると思います。 えそうですねあの先ほどやはり報告された井上聡子さんは、えー、まあこういった立場から移民研究ポーランド人なのにドイツに出ていった人たちとかですねそういう研究をしててやはり、まあ、あのこれはやっぱり亡命作家とは言えないわけですね現代ではそういう視点から研究しなければいけない現象がもしむしろ普通になってきている。 でえー、ただここでディアスポラ論という言葉を今使いましたけどもそういうとどちらかというとこれは社会科学系のディスプリンになります、えー、しかし私の見るところこのディアスポランっていうのは起点ですね出発地があって目的地があってそこに移住していくという越境のプロセスが前,前景化される現象ですけども実はこれですね文学の方で見ると 翻訳という現象とほとんど完全な並行関係にあるんですね、えー、翻訳研究とディアスポラ研究ってのは実は元は一緒だというふうに私はかなり大胆なことを言っておりますこれそれで非常に稚拙な手書きなんですけども、えー、ディアスポラ研究と翻訳研究ってのは実は全く同じ構造を持っているということがわ、えー、かると思います でえー、翻訳というものは現代の世界文学という概念を成り立たせるための大前提ですので、えー、ディアスポラ翻訳世界文学というつながりは、これ、緊密なものですねで。世界文学というものが必然的にここで出てくるわけです。で現代のグローバルディアスポラにおいては、政治的な理由による抑圧するものとよく迫害されるもの、えー、不自由な全体主義国家と自由な 民主主義国家といった二項対立的な構図が脱構築されてポストモダン的で流動的な現代世界文学の領域へと入っていきます、えー、そして越境というのはむしろ文学的手法として意識化される可能性が出てきますアメリカ出身の日本語作家リービ秀夫や日,本日読バイリンガル作家の田和田陽子といった 政治的迫害を受けたわけでもないのに非母語への越境を果たした現代作家たちがいるわけですけどもまあ現代の越境文学論っていうのはこういった作家を視野に入れて研究しないとこれはもう話にならないと思います。で比較亡命文学論はかくしてポストモダンの時代には比較越境文学論へと受け継がれな,く受け,継がれなければなりません。 まあそれで翻訳論についての私のこれはね図解ですけども先ほどのディアスポラーと比較したのをさらにもうちょっと文学に即して書くとこうなります。はいでここまでが一応亡命文学論なんですが、えー もう時間が <laughs> 亡命でほぼほぼ尽きてきましたけど、えー、こ,れこ,れまでのこれまで述べてきたことからもそれが現代の世界文学論の基盤である翻訳論に直結しさらに越境的行為が特定の国別アイデンティティを超えた世界文学につながるという、えー、契機が見えてきました。 後者の点については、先ほどドブラトフの言葉を引用しましたが、実は同様のことは別にロシア人に限らず、ポーランドからの亡命者、ウィトルド・ゴンブロビッチとか、チェコのミラン・クンデラ、これは今日安倍さんが大変立派な発表をしてくださいましたけども、それからヨシフ・ブロツキーですね、先ほど引用しましたけどこういった人たちもみんな共通に言っていることです。 ここで今一度亡命者の存在様式というものについて考えるとこれまで取り上げてきたのは主にロシアや東欧の作家であるとはいえ視野は決してそれだけの時事的な話題に限定されるわけではありません亡命という状態には何かもっと根源的な問いかけが含まれているというふうに私は思っていますでおそらく人間にとって最も根源的な究極の問いというものは えー、期限と終末をめぐるものです。期限というのは始まりです。終末は終わりです。えー、我々は、まあ、人間はですね、まあ、この宇宙はと言ってもいいんですけどどこから来てどこへ行くのか。古来、神話や宗教は、繰り返しこの2つの究極の点を求めて想像力を働かせてきました。えー、しかし、人間はそのどちらの究極も自分の目で見ることはおそらくできません。 期限まで遡ってしまえば自分はまだ存在してないわけですし、週末まで行き着いてしまえば自分はもう存在していない。つまり我々の性というのは、このまだともうの間の、えー、つまり期限と週末の間に広がる、えー、居心地の悪い時空間を漂い続ける宿命なんだと思います。とするとですね、これはまるで亡命者のことじゃないか。そうなんです。 え亡命者の比喩がここで役に立ちます。え他でもない亡命者の存在様式というのは人間一般の生き方の原型を鮮やかに示してるんじゃないかというふうに私はいつも思ってきました。え亡命者は故郷というユートピアを追われもう一つのユートピアを求めてさすらうのですが決して究極の目的地に行き着くことはなくえ間を漂い続けます。 亡命者が我々に教えてくれるのは人間がどこから来たかでもなければどこに向かっているかでもなくて我々がどことどこの間にいるかでこれはまあ文化人類学者で私の同世代の友人である今福竜太の言葉ですけども我々がどことどこの間にいるかということなんですそしてそれが取りも直さず生きるということですね つまり亡命者の姿を見ていると時に悲しく時に勇気づけられるのもまあきっとそのせいではないかと思います。はい、それでですね、えー、っと、そろそろ話をまとめる方向に行きましょう。少し後半の話は省略しながら進みます。えー、で、亡命者はですね、過去の楽園をノスタルジックに解雇する。 えとしたらまあ、それに対してユートピアってのはむしろ未来への郷愁であるといったことを私は考えていました。未だ実現し,していない未来を目指すと。えー、それは、えー、存在はしてなかったはずなんですけど人間が本来持っていたかもしれない何かユートピア的なもの、えー、それを未来に見て、えー、そこに郷愁を抱くというのが人間性にはどうもあるんじゃないかと。 というわけで、私は亡命の私学を追求するうちに、ユートピアの私学の追求という並行的な作業に入っていきました。私のそ,それでその際のアプローチというのは、社会的、歴史的というよりは,やはり、やはり私学的、あるいはレトリック的と言ってもいいんですけれども、そういうアプローチでありました。で特にですね、まあ、20世紀初頭の ユートピア文学あるいはアンチ・ユートピア的な文学に関心を持っていたのでそれらの作品を例にまあこういった作品の想像力がどういう方向を向いているのかということを整理して考えたことがあります。でこれはちょっと今もう時間がないのでこれらの作家については説明いたしませんが、まあ、進歩と逮捕ユートピアとアンチ・ユートピアという2つの軸で整理できるんじゃないかと。 でこれはもともとですね19世紀の場合で言うと、えー、ドストエフスキーという作家とそれに対してまあ進歩的な思想家であったチェルニシェフスキーという2人が非常に対照的であったので、えー、この2人の対比ということに遡っていきましたで、えー、まああのごくそれで私の言いたいことを簡単に言ってしまうとですね、えー、ドストエフスキーの側には 私が言う隠輸、えー、的な想像力というのは強く働いていて、チェルニシュスキーの場合は、勧誘的想像力が働いているということなんですねで。これもちょっと説明するには時間が足りないんですが、隠、え、輸、ーまあ、というのはですね、メタファーですね。 えー、メタファーっていうのは、まあ、2つのものをひひ比較する、えー、ということなんですけどもある1つのものに対して全然別のものをぶつけることができるだから A から B へ飛躍的に、えー、変わるというそういう突発的何 <laughs> というかですねまあ、あのー、なんか跳躍したりですねそういうふうな、えー、作用がありますそれに対して勧誘というのは、えー、メトニミーと言いますけども 隣接性によって、えー、特徴付けられるレトリいうのは、だからこの場合、ユートピア的な文学に関して言うと、えー、現実はこうだから、その一部をこういうふうに改善したらこうなるねっていうふうに、そういうふうにつながっていって、えー、全身的に変わっていくというタイプですね。でこちらでももちろん、ユートピア的な思考というのはあり得るわけですけども、えー、メタファー的な想像力が跳躍、飛躍をするのに対して、 メトニミ的想像力はそれを許しません。ということでまああのユートピアの私学というのはですねどうもこういうふうなレトリックの手法で、えー、解明できるのではないかというふうなことを考えてロシアユートピアニズムの私学ということも私は、えー、一つ大きなテーマとして実は抱えてきました。これはいまだにちょっとあまり成果としては出していないんですがあのー まあこの年になってもう博士論文は書かないだろうと思いますけどもし書くとしたらで書くとしたら多分これは英語で書きたいんですけども、えー、そのテーマになるのがロシア・ユートピアニズムの私学ということです。で、えー、とまあこういうふうなことをユートピアに関して、えー、2つのタイプの想像力の対立ということを軸にえ考えてきました。 今述べたようなユートピア的な文学あるいはユートピアの逆のアンチユートピア的な文学というのは20世紀のロシアでは非常にさまざまな興味深い作品を生み出してきましたそれは一つにはロシア革命というのはイデオロギー的には非常にユートピア的な思考を持ったものだからですねそれを背景にして文学も生まれてきたわけですが えー、これは今、ソ連が崩壊した今ですね、こういったユートピア文学の系譜は断ち切られてしまったのだろうかということが一つ疑問になります。でしかしそれはですね、現在でもさまざまな余波、反響が続いているというふうに思います。えー、ソ連の崩壊というのはですね、本当に誰もその直前まで想像もできなかったことですね。これもあの えと私よりずっと若い世代の人たちはちょっと想像できないことだろうと思いますけどもえ当時1980年代前半にアメリカで亡命ロシア人たちと付き合っていた私からするとですねえ彼らの中に将来ソ連の体制が近い将来崩れるなんてことを真面目に考えている人は一人もいませんでした。それほどえ当時ののソ連っていうのは まあ、鉄のように硬い体制で、えー、どんなことがあっても崩れないだろうこれは永遠だろうと思ってたんですねで昨日まで永遠だと思ってたものは今日崩れてしまったというのは、まあ、例えばユルチャクという人が書いた本の表題にもなってますけど誰も崩れるなんて思,思ってなかったわけですね当時はあの。亡命者はだから絶対自分が生きてる間にソ連の土地ロシアの土地を二度と踏めないというふうに思っていました。 まあそれが崩れた結果、ユートピアを目指すイデオロギーとその夢も粉砕され、現代ロシア文学はいわ,いわば粉々になった小さな夢が、えー、ヒエラルキーを解除されて浮遊するポストモダン的な局面に1990年代にはに突入していきました。 はい、そういった時代の雰囲気分を何よりも一番よく表してたのは文学者というよりは例えばイリア・カボコフのような美術作家だったかもしれません、えー、今日の岩本さんの発表はまあ、特に現代アートってことでもっとその後続世代の まあなかなか過激ですねロシア美術って本当にすごいと思いますけども、えー、まあその人たちから見るとおじいさんとおじいさんじゃないかお父さんみたいな世代ですけどねカバコフってのは本当今でも世界的な美術界の重鎮となりましたけどカバコフがほとんどずっと扱ってたのはユートピアの夢が砕けて小さな夢のかけらが散乱する状態になったそういう時代の雰囲気だと思います。 でこういった時代の中でポストモダン、いわゆるポストモダン、ここでは広い意味で言います。あのポストモダンの定義も様々だし、そこの中に誰をくくっていいかというの議論がありますけども、まあ、こういった新しいポストモダン的な状況の中ので現れた新しいスターはどんな作家かというと、えー、もはやナボコフのような心理的な作家でもなければ、ソージェニツィンのような社会の教師でもなく、まあ、例えばペレイビンとかソローキンといった、 うんうんまあ、センセーショナルな、かなりいろんな意味でセンセーショナルな人気を博す、えーで。同時に保守的な読者からはスキャンダラスな存在としか見えない、そういった作家でした。えー、もちろん新しい作家の中にはトルスタヤとかドブラートフといった、まあ、新しい三文を担うべき非常に洗練された文体と感性を持った人たちもいるんですけども、この時ならぬポストモダンのバッカスの共演の中では、 えどうしても周辺的な存在に追いやられてしまって、まあ、トルスタイは才能あるんですけどなぜか小説あんまり書かないんですね、えー、また悪人のようなこれ個人的に悪人は長年の付き合いでよく知ってますけども、えー、知性から言っても、えー、物語を構築する力においても,もうこれは飛び抜けた天才だと思います。 しかし彼は抜群の人気を誇ってはいますが大衆的読み物というジャンルの中に禁欲的に自己を位置づけていますこういった従来のユートピアの夢の崩壊を文学的に決定的にしたのは最終的にしたのはスベトラーナ・アレクシエビッチの「赤いユートピア5部作」であったと思います 戦争は女の顔をしていないボタン穴ナから見た戦争アフガン帰還兵の証言チェルノブイリの祈りセカンドハンドの時代この5作を指して赤いユートピア5部作と言いますがこれはまあ赤いユートピアがいかにひどい実態で崩壊していったかということを描いたノンフィクションですね。 でえー、フィクションではありません。それから一貫したプロットを持つ、そういうおし物語でもありません。それから、えー、アレクシエビッチの著作は、えー、一つ一つが断片的な証言の集積です。ユートピアの夢ではなく、トラウマに焦点をあつっているものです。ということで、これは20世紀の、まあ、誉れ高いユートピア的想像力の文学の系譜の まあ行き着く先を示していいいるるととう,うに言えると思います、まあ、アレクシエイビッチは、えーまあ、この私の話を聞いてくださっている方の中にはロシアの専門家じゃない人も多いと思いますので、えー、申し添えれば2015年にノーベル文学賞を授与されていますけれども普通の意味での小説を書く人ではありません記録文学作家あるいはジャーナリストといっていい人です。 はいということで、まあ、ユートピアについて、えー、少しつな、えー、げてみました。それで、えー、最後に、三大話の最後の、えー、世界なんですけども、えっ、ー、と、この今のスライドは省略します。で、これはもう、えっ、ー、と、そろそろ <laughs> 質疑応答に行った方がいいと思いますので、時間がないので、えー、まあ、あの、 完璧に省略してしてまいま,しょうまあこれでも今までの話から、えー、亡命ユートピアというものが世界を広く見ていくという新たな視点を獲得するための、えー、一つの視,視点を表し、えー、与えてくれるということは、えーまあ、ある程度お分かりになっていただけたかと思います。で、えー、まあこういった状態の中で、まあ、世界文学というものを <laughs> 新たな枠組みで、えー、研究していく必要があるんじゃないか。でそれは必ずしも個別文学のディシプリン例えばロシア文学とかドイツ文学とか日本文学とかそういったものを無視するんじゃなくてその土台の上にですね新しいグローバルな、えーまあ、グローバルって言葉は実はあんまり使いたくないんですけど、えー、これはある事情があって今お見せしてる図はまあそういうのを一応使った方がいいかなということでまああまりこれはあの 本位でではないんですけどね、まあ、こういうふうな文学研究の枠を考えていく必要があるんじゃないかなというふうに思って、えー、今後、まあ、自分の課題としてはですね今世の中で文学研究なんて役に立たないこんなものいらない、えー、どんどん減らしていけばいいんだと、えー、実際には非常にやっぱりその流れって強いと思います、えー、ですからそういう中で、えー、自利品になっていく文学研究を 守るというかですね、守るんじゃなくて、むしろこんなにすごいことができるんだっていうことで、えー、ポジティブにもっと発展させるために、どういう枠組みが必要かということを自分なりに考えておりまして、まあ、これが現在自分が抱えている課題であると思っております。まあ、最後に、えー、あと1分だけ、うんまあ、世界文学っていうのは私なりの言い方では、えー ある、えー、決まった何か制度とか、えー、何か決まった範囲のものというわけではなくてまあこれはむしろ動態的なもの動くものプロセス的なもので、えー、他者にかわ関わる自分の外に広がる世界という他者に関わる形式なのだというふうに思います。 えそれで他者と関わるということは当然その関わりを通してどのような世界像を得るかということにもつながります。えー、ということでえ世界文学という場合結局ですね今まで不問に付してきた世界文学という2つの要素から成り立つ言葉のうちの前半ですね世界というものについて実は考えなければいけない。えー、当然ながら世界文学が描き出す世界像は時代と場所に応じて えー、形成される文学のカノンによって大きく変わっていきます。えー、ということで、えー、まとめにまとめ無理にまとめますと一応三部作で考えていることの一番の根底というのは亡命というのは起源と終末の間を漂う人間にとって根源的な存在様式を表しているのではないか。ユートピアというのは今ここを離れようとする 陰的想像力に支えられている世界文学というのは、そしてユートピアであるといきなり世界文学につながるんですが、なぜかというと、3番目、世界文学というのは現実に存在する出来上がったものではないと。それは一種のユートピアである。なぜかというと、それを求めていくという過程そのものが世界文学なんだと。えー、世界文学はあなたがそれをどう読むかだという。 えことといいいこで締めくくりたいと思います、はい、長々と、えー、退屈お疲れになったかもしれませんけども、これで、えー、まだ少し時間、あ少し長いですね。<laughs> はい、ご清聴ありがとうございました。はい、どうも失礼いたしました。はい、野村さんどうもありがとうございました。あのご自身の留学経験から始めてあの3つのテーマをあの 大変あの巧みにまとめてくださったと思いまます。あ、ま、とで質問ご質問にお,お答えいただきますがその前に益子慎一さんをお迎えして、えー、お話をちょっと伺いたいと思いますが益子さんあご準備よろしいでしょうかはいじゃあよろしくお願いします。こんにちは。はい、作品者の益子と申します。うん あの最初の方で、えー、言ってましたけど、最初にお目にかかったのが、ですね多分ハーバード大学へ行くちょっと前ですかね、あ,のあるパーティーで沼野さんと京子さん、お二人にお目にかかって、でそ,それからですねまたしばらくして、あの沼野さんがコーランとから帰られたときにあって、で今、何をやってるのかという、まあ、そんな話をしたときに、実は2000枚ぐらい、原稿があるんだと書いたもの。 でその2つを分けたのが、先ほど出た、えー、永遠の一駅手前と、それから夢に見られてですね。でまあ、今考えると、その永遠の一駅手前の方うが、まあ、亡命論、それから夢に見られてがニュートピア論、この2つの一つの素形みたいな形になってますね。ただ、それが終わった後に、沼野さんはやっぱり亡命文学論をやりたいんだということを強くおっしゃってたのをよく覚えてます。 でそれが、えー、徹夜の塊になったんですが、それになるまでにやっぱり十数年かかりましたかね、それで、えー、ようやく、で実はそのときもあの亡命部落論だけではなくて、三部作でやりたいというふうにおっしゃって、だったらぜひやりましょうということで、でもう先ほど。 言ってたように3冊の原稿は全部揃ってましたので、これはもう連続して出していこうということで、まあ、2002年に亡命文学論、3年にユートピア文学論、で、ここまではあの順調にいったんですが、なぜか世界文学論でちょっと <laughs> あの足,の足が止まってしまいますね、それが、えー、ようやくできたのは去年のあ2020年ですね。 えそれで、その際にですね、どうせ、あの、ここまで時間がかかったんだったら、前の2冊も、情報して一緒に出しましょうというお話になりました。で、まあ、とりあえず、世界文学論を終えて、で、実は、2冊とも全部、ゲラがあるんですね。で、おそらく、枚数としては、まあ、世界文学論が800ページぐらいありますけれども、 それと匹敵するぐらいの分量で今、順次をしているんですが、えー、それからやはり1年経って、まだ出ておりません。ただ、あのー、亡命文学論の後書き、この三部作というのは自分の仕事の一つの節目であるっていうふうに書かれてますけれども、その節目がですね、えー、20年越しになって、非常に大きな節目。で あの、実は、その、今度の情報版のゲラは私、あの、読んでおりますけれども、今日お話しされたような、あの、その後の、えぇ、ー、同文学論、それからユートピア論、これに関しては全て入っております。順調に行けば、えー、今度出るであろう、残り2冊が、えー、今日のお話の保管になると思いますので、あの、皆さん、どうぞ、楽しみに待ってください。 ということで以上ですどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたえー、っといろいろなお話を伺いましたがあの、えー、まあ沼野さんにお話いただいたことを中心にあの質問がありましたら、えー、それに答える形であとまああの予定から言っても10分、えー、近く余っておりますので、えー、チャットには質問の記録がないんですが何かあのお ご発言、えー、くださる方がいましたらあ、えー、この状況では会場からがあれでしょうか、あの会場からといいますか、あのズームで、えー、参加している会員の方からということになるかもしれませんが、ご発言ありますでしょうか。ちょっと私から見えないところがあるんですけれども、何、えー、かご質問がある方は、 あの直接マイクをオンにしてくださっても結構ですので、えー、どんなことでも結構であります。ちょっと見えないか。いく発言がありますんでしょうか。 あのつなぎでちょっとしか視界から一つ質問してもよろしいですか。あのえー、本質的なことはいろいろ伺いたいことがいっぱいあるんですがあの、えー、それよりも前からちょっとこう面白いなと思って気になっている表現がありまして一番最後の画面に出てきたプロジェクトの、えー、キャッチフレーズだと思うんですが「とどまる力と超えゆく流れ」という。 えー、非常に厳妙な <laughs> 表現があるんですがノアさんはそこで大体いいどんなことをこうこうメッセージとしてそ,ういうその言葉に込められているのかあのちょっと興味深いのでお話しいただけますでしょうか。はいありがとうございます。あのこれはそうですねあのやっぱり一国の、えー、枠の中で考えないで、ま、もうちょっと、まあ、せ世界文学的な視野で文学研究していこうという。 ことを考えた場合ですねやはりあの、うん、両方の流れがあるというふうに思うんですね。つまり、えー、越えゆく流れな中から外へ出ていく方ですね。うんえー、それから、えーでまあ、英語だと crossing over ーー、まあ、れ英語でもちょっと書いたことたんですけど、それでとどまる力っていうのは、いわばそのしかし、 えー、みんながその外国に出ていってしまっては中が,中が空っぽになってしまいますがやっぱり自分の国の枠の中でとどまって活動していこうという、まあ、政治的に言えば保守的というか、まあ、国水主義的にもなってしまう危険があるんですけどそれを私はとどまる力こういう力ととどまる力というふうに対照的に呼んだんですね。 これは英語だとスティングプットって言い方がちうん、うん、一番いいんですけども、で、これが、この双方向が実は、えー、相互作用をしているというのが現代の文学のプロセスだと。どっちか一方向だけ見ていてもダメじゃないかと。そういうことで、いつもこれをペアにして考えておりました。ということで、ちょっと変わったネーミングなんですけど <laughs> いや、<の>面白い。ある時期から結構何度も使ってきました。はい、はい。ありがとうございます。えー、どなたか、あの、主張の方、あの、えー、ご発言ありますでしょうか。なんか質問がないということは <laughs>、どうなんでしょうね。<laughs> あっけにとられたのか、質問のしようがない話だったのか <laughs>。そんなことないですか。みんな感動してるんだよねいえいえ。<laughs> えー、あ誰か手あ、ね、高柳え高柳さんえー、ご発言お願いしますあすみませんわかりましたどうぞはいあ今の先生ご誘達しております高柳ですすいませんあのー、あまりにも簡単な質問なので恥ずかしくてためらっていたのですが <laughs> あのー。 ユートピアという用語についてなんですけれども私はあの沼先生がずっとユートピアという語を使ってらっしゃるのでそれを見お見かけするたびに安心して自分も使うように <laughs> しながらなんかちょっとずつ延命させてきたんですけれどまあ今日のお話を聞いてずっとこれから使っていこうと、えー、安心いたしましたがユートピアというのがその、まあ、ソ連という時代が背景にあるときに 非常にアイロニカルに使われる時が響く時があるんですが先生はユートピアという用語を今お話しされている中でも普段でもずっとブレーズに同じ、えー、意味で使っていらっしゃるのでしょうかはいあの <laughs> 今簡単どころかとても難しい質問だと思うんですけどはいえっ、ー、と いやもちろんねユートピアっていうのは、えー、一般的に言えばトマス・モアの著作が原点になってるわけで、ウトポスですね。まあ、あの存在しない場所、場所を否定してる存在しない場所という意味ですけども、私はさっきあのメタファーンとかメトニミー論でユートピア的想像力ってことをちょっと、えー、お話ししたんですけど、その、そういうことを語る際に、私なりのユートピアの定義というのは、 今ここにないものを、まあ、いわば過激に想像する、えーえー、想像力によって支えられた、まあ、営みであるというふうに思ってるんですね。で、あの、トマス・モアのユートピアにもすでに実は、ユートピアじゃなくてディストピア的な要素もすでに現れてるということは、まあ、よく言われることなんですが、だから今ここにないものを過激に想像するということは、その結果 <laughs>、実は、 えー、恐ろしいことが起こることもあり得るわけですよね。はい、だからそういう意味で定義すれば、はい、必ずしもなんかバラ色の未来が美しくあってそれをユートピアだというというそういうおめでたい話だけにはとどまらないんじゃないかなと思います。まあ、そういうういい定義をして使えば、まあ、延命というか あの私なりには使えると思ってますけど、ただあのさっき、き今日の話でも、例えば亡命文学論っていうのを書いた時には、亡命って言葉はもう使えるのが前提であると思ってたんですけど、今ちょっと難しいと思いますね。だから今度、亡命文学論改訂して出す時に、タイトルをディアスポラ文学論とか変えようかなとちょっと思ってるんですけど、多分そうすると、改訂じゃなくなっちゃうんで、タイトルまで変えてしまうと。まあ そういうことがありますだから、ユートピアも、うんまあ、もっといい言い方に変え,変えていく必要があるかもしれませんし、まあ、その辺のことは、むしろそうですね今日の発表者の中では、あの平松さんなんかいろいろ考えてきたことじゃないかと思いますけど。はい、はい、分かりました、はい。ありがとうございました。どうもありがとうございます。えー、と最後にお一方ぐらい何かあ質問です、はい。これは立岡さんからですね。 作家の想像力を超えるようなアンチユートピア的社会だったともいえる実際のソ連について亡命作家たちがどのように考えていたのか印象に残っているエピソードがあれば教えてくださいという質問です。よろしいですか。どうでしょうね。それって想像を超えるようなディストピアっていうか でも彼らはみんな体験してきてる人たちですからね、うん、意外と普通に生きてきた、生き抜いてきた人たちは、まあだからもっと、例えば本当にね、スターリン時代に逮捕されて拷問の結果死んでしまったとか、そういう経験した人は別でしょうけど、私が、まあ、あのー、アメリカで、えー、会って付き合ったような、うん、亡命ロシア作家たちっていうのは、まあ、ソ,ソ連で迫害されたとは言ってもですね、 それなりにみんな生きてきたわけで、あの今日はあんまりお話できませんでしたけど、ドブラトフなんて人をねあの、それなりにやってたわけですよ、アンダーグラウンドで。だけど、だからどうなんだろうな、そういう意味で言うと、この人たちにはものすごい特別な経験をしてきたとは、あんまり思えないような気はしますね、全般に。えー、で、実際、ソ連に帰っていった人たちも多いわけでね、ペレストロイカの。 えー、ということで、なんか立岩さんの期待してる答えじゃないかもしれませんけど、うん、そうですねあの。むしろだからソ連時代がいかに大変なひどい、えー、状態であったのかっていうのは、例えば収容所の実態を、えー、記,記録した研究とかですね、もっと他にいろいろあると思いますけども、まあ、例えばそれから亡命作家じゃなくて、グロスマンなんかはね、書いてる作品の中には結構すごい、えー、描写もありますから。 むしろ亡命作家じゃない方が <laughs> かなって気がしますね。あと、まぁちょっと、えー、理知的には、例えばアレクサンドロジノビエフみたいな人の書いた、えっ、ー、と、一種の非常に強烈な風刺された、あのー、めくるめくん、えー、じゃなくて、なんて高みというような、ずやゆしやぶいそといってもありますけど、うん、あれなんかも、 まあ凄まじいというよりはやっぱり何か理知的に突き詰めるとここまで行くのかみたいなそういう書き方ですよね。はい。はい、よろしいでしょうか。えっ、ー、と、他にかえー、どなたかご発言がありますでしょうか。えー、そろそろお時間ではあるのですが、えー、沼野さんは何か。あのあ おっしゃりたいことあ, <laughs>、はい、あのもうちょっと今日は <laughs> あのなんか妖刀苦肉というかですね最後の方はややはしょってしまいましたがまああの、えー、その亡命文学論ユートピア文学論は、うん、そうねでも今高柳さんが言ったことは本当に重要な点で亡命文学論もユートピア文学論もこのタイトルでいいのかっていうのはね <laughs> ありますね世界は変わりようがないんですけどね。 と思ってますあそれでちなみにあのそう立岩さんが言った凄まじいなんか全体主義社会のなんか陰惨な状態ってまあ国によってねあのいろんな状況が今起こってますよねちょっとそれあの話突然変わりますけどいやだから香港だってベラルーシだってまあロシアだってねうん大変じゃないですか。 それぞれの実態を見ると、それぞれに恐ろしいですね。よく知れば知るほど、香港なんかはすごいし、ウィングルでは何が起こってるのかよくわかりませんけども。だから、うーん恐ろしいことって、今の日本でも実はね、恐ろしさって、だから、それぞれの状況、それぞれの時代に応じて、それぞれ度合いが違うんですけども、その中で生きてる人にとっての恐ろしさっていうのは、同じくらい恐ろしいと思うんですね、私は。だから、今の日本でも、 まあ、我々はこうしてあの割と楽しく生きてますし、えー、私は何かここで変なことを言ってもこのあと家の前に黒い車が待っていてどっか連れて行かれることはありませんからそういう意味では、えー、大変日本はいい国なんですけども、うん、だけど例えば最近桐野夏夫さんって作家がね日没って小説書いたんですがこれはあの国のためにならない小説を書くやつは全部強制収容所に,強強制収容所に入れてしまうというね 近未来日本を題材にした日本ですけど、これ恐ろしいですよ、すごく。うん、<laughs> ということで、<laughs> ついでながらそういうことを言って、あのそれでちなみに今度、桐野夏夫さんってあの、うん、人気女性作家ですけどね、日本のペンクラブ史上初めて、えー、あの女性で会長になった。このは5月になりました。ということで、私のペン,ペンクラブの活動も、うん。<laughs> 結構長年、まあ、できる範囲で加わってたんですけど、まあ、霧の体制をサポートするということをしばらくやっていきたいと思っております。はいえー、それではありがとうございます。そろそろお時間ですが、あの沼野さんは、えー、新しい職場でのお仕事も <laughs> あると思いますし、今、話題になったようなペンクラブでのお仕事もあって、その上で。 先ほどお話が出たような三部作の完成というか、えー、そういうこともなさる。大変お忙しい計画がぎっちりあると思いますが、どうかお体に気をつけてですね、これからも我々をリードしていただきたいと思います。あとすみません、今やってた仕事で、あと30秒だけ。あい、はい、ろいろいろ、まあ、やりたいこと、いろいろあるんですよ。実は今日はそれでロシア文学界中心と思って、ロシアの話しかあましませんでしたけど、 ポーランドのレムという SF 作家がいて、そのレムが今年100周年なもんですから、えー、とそれに関する仕事は実はいろいろありまして、あでもそうなんです、それは一つで、もう一つあってですね、今度ね、沼沼っていうねタイトルの変わった、これもすごい命名々の妙というか、頭おかしいんじゃないかと思うような変な、沼沼ってタイトルで、現代ロシア文学アンソロジーを私の、えー、妻の えー、沼野京子と2人で出します、えー、2人沼野なので沼沼なんですがそこには、まあ、我々が訳しためてきた現代ロシア音楽の結構えぐい最先端まで含めて、えー、入れるという <laughs> 予定になっています。これは結構面白いです。沼にはまってほしいということです。どうもありがとうございました。 えっとそれではあの金金、えー、未来の計画も伺ったところで、えー、本日の野村さんの特別講演はこれで、えー、おしまいにさせていただこうと思います、えー、野村さんどうもありがとうございましたあのマスコさんもどうもありがとうございましたそれからあの参加してくださった皆さんに、えー、まとめてお礼を申し上げます。 えー、それではあのー、以上をもちまして、えー、本日の企画の第2部を終了させていただきます。えー、よろしいでしょうか。どうも、失礼いたします。どうもありがとうございました。